将棋囲みの囲いみのがこいは、将棋の囲いの一つ。主に振り飛車戦法で用いられ、距飛車における矢倉囲いと並んで、代表的な囲いである。先手で言えば、玉章を鬼八の位置に、右の銀章を3八の位置に、左の金章を八の位置に動かして作る囲いである。通常のみのがこいを本みのと呼ぶこともある。構えが低く、横からの攻めに強いため、 拒尾者に対して有効な囲いである。しかし上部や端からの攻めに弱い上、玉のある位置に効いている駒がないため、一旦上部を破られるとに8に駒を打たれて、受けがなくなる弱点がある。このため端歩をつかない形に有名な頓死がある。医者側が船囲いの場合は、硬さで大きく上回ることができるが、穴熊囲いに比べると硬くない。 美しい美濃国の城にちなんでこの名前が付けられたとされるが、東公平の研究によれば、江戸時代の美濃国出身の騎士が創始したからであるという説が、江戸時代には一般的であったという。東によれば、以下の二説が存在している。また、三枚の金銀を三府に見立てたという見解もある。振り飛車戦法は、江戸の時代からアマチュア騎士に人気であったが、 ミノガコイはなかなか現れず、1765年に、ようやく左高ちの紙手の形として寄付が残る。またこの時代にはすでに一飛車側の左ミノも見られている。平手における、通常の振り飛車ミノガコイはさらに半世紀経った1821年の寄付に登場する。この後将棋界は一飛車の大流行を見、振り飛車もあまり刺されなかったが、第二次世界大戦終戦後、 1950年頃以降、王の源一らの活躍により再評価がなされていき、それと同時に美濃囲いも市民権を得ていった。当の王のは1954年の自戦期で、振り飛車は飛車を振る一手が損な上に角道を止めるため、主勢に陥りやすいが、美濃囲いが他の囲いに比べてはるかに堅固であり、左翼を突破されてもすぐにはたまに響かないため、 また、裁きを重視する自身の気風にふさわしいため、この戦法を用いていると語っている。玉川の端符を突くかどうか任意であるが、対抗型では、玉の逃げ道の確保や拒否者穴熊対策などに端符を突くことが多く、突き越すこともある。それに対し、アイブリビシャでは端符を突くと書いって相手からの端攻めを誘発するため端符は突かない。 玉川の端符をつかない形の美濃囲いは、カオケ美濃と呼ばれる。左金の代わりに、左銀が参加する形は、銀美濃と呼ばれる。通常の美濃囲いに比べ、金銀相互の連絡は良いが、手数がかかる上、左銀の横腹が弱点となるなど欠点が多く、あまり使われる形ではない。金銀が一つない美濃囲いは、片美濃と呼ばれる。硬さには、かけるが、 左金を用いて攻めを強力にすることができる。中飛車では5八に飛車があるため、ミノ囲いに囲おうとすると、必然的にこの形になる。また金ミノはこの形より上部に強いが、下段からの攻めには弱くなる。ミノ囲いの4七の位置に左銀を置いたものは、金銀の連携の形からダイヤモンドミノと呼ばれる。金銀4枚で囲うため非常に硬い。 身の囲いから数種進めて、左金を4七の位置へ進めた形をこう見のという。横の硬さを維持したまま上部からの攻めにも対応しているが、玉頭はまだ弱い。硬さを高めるとともに、攻めへの活用も視野に入れて3七の位置に桂馬を、跳ねるのが普通だが、端がさらに弱くなる欠点もある。この形では3六歩と5六歩をついていないと4七。 金が桂馬で狙われるため、特に三六歩は、金上がりに先んじて疲れることが多い。コ味の囲いからさらに手を進め、銀を二七の位置へ、右金を三八の位置へ進めると銀冠という囲いになる。上部からの攻めに手厚い囲いであるが、玉の硬さより玉の広さに重点を置いた囲いであり、終盤の寄せ合いに強い。 37に桂馬を上げると、さらに上部に手厚く攻撃的な形になるが、下段が薄くなるため相手桂馬を跳ねないことも多い。大山康春15世名人は、銀館では決して桂馬を跳ねるべきではないと主張していた。また、銀を上がった瞬間の形が極端に弱いため、上がるタイミングを誤ると一気に崩される可能性も、ある。 コウの囲いを経由せずに、金が三八と四八にあるものも銀冠と呼ぶ。通常の銀冠よりも短手数で組め、下段からの攻めに強い。銀冠から穴熊に潜った形を銀冠穴熊という。通常の銀冠よりも、玉が戦場から遠くなるという利点がある。また、四八金型から穴熊に潜り、二八金、三八金よりと占めた形もそう呼び、三八金。 四七、金型より硬い。二筋の負を突き、居飛車と思わせてから飛車を振る場合、片身の囲いや本身の囲いに組んでも二筋の負が、疲れた状態が残る。この負を玉のちょんまげに見立てて、加藤二郎は、ちょんまげみのと命名した。銀冠などに発展させることにより、ちょんまげは消滅する。また、玉刀に負がない形は、坊主みのと呼ばれ、ひねり飛車などの線形で現れる。 負がないため、片身の囲いよりも、はるかに玉頭が弱く、玉が三級にいることも多い。硬さを望む場合には2ナに持ちフを打ち、普通の片身の囲いにすることもある。また木村義雄が高知戦で多用した囲いが、木村美乃である。平手戦でも角銀中飛車戦法や岩木戦との相性が良い。美乃囲いよりも、矢倉囲いに近いと考える者も,もいる。 ありがとうございます。